なんで夜空は暗いんでしょうか。夜空には星がいくつも光り輝いていますが、暗いところの方が多いですよね。でも星はまさに天文学的な数があり、どの方向を指差しても必ずその先に星があるはずです。だから夜でも空は真っ白じゃないとおかしいと思います。ちなみに遠すぎる星は光が弱まって見えないからではないそうです。え、違うの？光っていうのは光子っていう波であり、光子っていう物質なんですけど、それがこう四方八方に飛ぶので、その光の源から距離が離れれば離れるほど光の密度が薄くなるんですよね。例えばじゃあその中心にある、じゃあ太陽のような光の玉から100万個の光の玉がボーンっていっぱい出てますってなっても、この近くでここら辺だと多分20万個ぐらいなんですけど、ここら辺まで行ってこの距離に来ると、こう多分ね3万個ぐらいしかないんですよ。でこっち行くともう1万個も来ないみたいな感じで、離れれば離れるほどその光子が当たる面、その数が少なくなっちゃうんですよ。なのでその離れれば離れるほどその光の玉が届きづらくなって、結果として暗いと。で吸収されるかどうかは関係ないです。宇宙は真空なので、なのでその大気で吸収されるというのであれば、その大気圏外に出たらめちゃめちゃ明るいはずなんですけど、大気圏外に出ても暗いです。なので単純に距離があるから、その光子が分散するので届かなくなるという話だと思います。